はい、どうもスパチャンネルです。今日はですね、このにゃんこ大戦争、実はですね、まあ9周年なんですけれども、自分はですね3年ぐらい前に、無課金でだいたい2年ぐらいやってたんですよね。で、今回9周年だということで久しぶりに開いてみて少しだけやって、まあ今回で、これを機にもう一度やっていこうというふうに思うんで、一応無課金で、2年ぐらいやったボックスを、今日初めなんでね、ぜひ、紹介したいなと思います。かなり忘れてますけど、まあ日本編、未来編、あ、ゾンビ来てますね。宇宙編もお宝は全部取っているというような状況で、レジェンドストーリーもですね、懐かしいですよね。やりまして、まあただね、かなり忘れてるんで、まあこういう形ですね。まあ経験値またたびね。で、新レジェンドはね全然できてないところなんですけれども、このレジェンドですね、古代研究所、うわ懐かしい、これもかなり前はやり込んで、この辺は全部コンプリートできてるんですけど、はい。で、2年間ですね。で、2年間というのは大体なんですけど、時間にすると874時間、まあ1日1時間ちょっとやってる感じなんで、まあ毎日欠かさずやってたんで、まあこういう状況ですよね。ユーザーランク1853、まあ、これが大きいのか低いのかよくわからないですね。はい、にゃんこガチャ聞いときましょう。これどこまで行くの ?99 まで行くの。これは、肥やしでレアチケットですね。はい、貯めて、これは肥やし、まあ、この辺も全部ねプラスで、基本キャラクターはね重要なんでね。冷蔵庫もね結構ねこういます。この辺も使っちゃいましょう。使っちゃおう。はいはい。ボックス紹介の前にレアガチャ、せっかく来たんで引いちゃいましょう。2020年新年ガチャ、いやー懐かしい。まあ、これもね NP にするとかあるんですよね。 NP にするとなんか覚醒でしたっけ、するということで、この辺はねまたちょっとよく考えてやっていきたいなと思います。じゃあ今日のですねテーマのボックス、2年間やってどれだけいけるかっていうことをお見せしたいと思います。基本のキャラクターはレベルはマックスで、もうプラスでだいたい80台ぐらい来てます。まあこれもねいつものガチャを引いていければ最大どこまで行くんだ、99とか行くんですかね、これちょっとわからないんですけれども、まあやっていこうかなと思いますね。 EX キャラクターはこういう感じですね。これね、こいつ暗黒城は黒い敵なんで赤い敵もいいんですけど、攻撃がかなり速くて、まあ、EX キャラで黒い敵って言うとかなり重宝した記憶がありますよね。あとは、まあ、大体、あ、猫ボンバーですね。これもなんかふすまで取れるんですよね確か。こいつね猫フラワーで、こいつがかなり壊れてて黒い敵を一瞬止めるっていうのがこれかなり強いですね。これは優秀。まあ、この辺これもねなんかめちゃめちゃでかいなんかビーム打つやつですよね。あんま使った記憶はないです。はいはい、ゲゲゲの鬼太郎シリーズ、びっくりマン懐かしい。
はい、チビたちですね。チビもまあまあ集まってますね。はいはい、ネコムート。まあ EX もね、まあ縛りのステージとかで使うんですけど、まああんまり強い、まあこの辺かな、ミーニャとかウルルンですかね、この辺をよく使って縛りのステージはやってましたね。はい、レアキャラいきましょう。レアキャラはとにかくこの猫パーフェクトは射程が長くて壁を張って遠くからぶん殴れるっていうので、まあ、前半かなり重宝しました。猫ジュラクリティカルで、このマキシマムファイターは赤い敵でも非常に体力あって壁ですね、非常にこれは優秀。あとはこいつもね、魔剣士もね赤いキャラに強くて、こいつも超ダメージなんでかなり、使ってました。あと猫ラーメン、こいつもね天使に打たれ強くて、まあ、スピードゆっくりなんですけどかなり、優秀ですね。でこいつもね浮いてる時にめっぽう強くて、まあ、たまに生き残るということで、これもね強いですね。レアでは、浮いてる敵対策では育てた方がいいと思います。あとはレアだとなんだっけな、まあでもざっとですねこんな感じで、まあ、無課金でもですね2年やるとかなりキャラの育成は、進みますね。あとチビガウガウ、これがやっぱり黒い敵に強い、かなりコストも安くてかなり、多く出せるんでこいつはもう育てた方がいいです。でこれ白ドラね、自分白ドラもやってるんでかなり、今見ると、懐かしいですね。サイクロエヴァンゲリオンと、まあ、この辺はねあんまりコラボキャラは使えないことが多いですよね。激レアは猫タコツボ、こいつですね。こいつはもう浮いてる敵にかなり強くて、まあ、打たれ強い壁ですね。これも非常に使えます。猫半魚人、これもねかなりスピードがあって単体なんだっけな、これでも、浮いてる敵に超ダメージ、これもかなりいいですね。あとは猫漂流機、これはエイリアンに強い、で停止するんですよ、これも強い。あとはねこの自由の猫、このバリアを貫くっていうのが自分のボックスだとあんまなくて、これはかなり重宝しました、ね。この辺はもう、で大狂乱、もう大狂乱の猫モヒカンとゴム猫、これはもう鉄板。このゲームはもうほんと壁ゲーなんでね、この2つはかなりもう常にスタメンですね。で猫ライオンももう周回ステージとかだとかなり使ってます。猫島、こいつもね赤い敵の壁でいいですよね。あとは飲もうかな、こんなもんですかね。はい、超激レア。超激レアですね、結構自分持ってるんですけど全部無課金ですね。2年でこれ揃えましたけど、中でも好きだったのは鬼ニャンマ、こいつは結構安くて、単体攻撃なんですけど非常に攻撃力が高いです。だ単体でダメージ大ダメージを与えられるんでこいつは結構好きでしたね。あとはもちろん真田、これも周回ステージだとかなり使えますし、あと前田、こいつもねやっぱり波動を無効にするということで、そうですね、3形態第3魔術を打つとここまでいくと、これはねやっぱり結構強い、安定してたと思います。黒い敵に強い。あとは浮いてる敵にはこのウィンディは結構強かった、
範囲攻撃で浮いてる敵に結構遠くからね、撃てると。あとはですね、あ、これ笠地蔵、もうこれを引いた時はかなり嬉しかったですね。あのこいつは本当に強いで、第一形態のこのノーマルの笠地蔵が本当にマジぶっ壊れて、低コストで黒い敵に強いと。で範囲攻撃なんで天使にも強いの か, だからこれはもう持ったらかなりもうスタメンになるという風なキャラです。で、あ、これね、これは自分が初めて引いた超激レアですね、キャットマンダディ。でこれは特徴は、あの形態が変わることによって対象が変わるんですね。特にこの第3形態のエイリアンと古代種に超ダメージっていうのがかなり強くて、これもね、あの嬉しいキャラで、あとはですね、これクロノストリガー、こいつはやっぱりその属性を持つ敵の動きを一瞬止める遠方範囲攻撃っていうのが本当に強い。だこれはあの持ってるんだったら育てるのはありだと思います。これはなぜか好きで、エヴァシリーズだと、まあ、持ってない人も多いと思うんですけど、このゼロ号機、これがねやっぱり波動を打ち消す、これがね強いですね。だこいつはかなり重宝してた。でこれダルターニャ、ね、このダルターニャ、こいつもね無課金でゲットしたんですけど、この白い方が属性を持つ敵に超ダメージで、こっちが、属性を持たない敵に超ダメージで、両方遠方範囲攻撃、この2つはねかなりいいから、まあこれが無課金で引けたらかなり強く戦力アップになると思うんで、皆さんぜひね狙っていったらいいかなと思います。で最後に伝説レアなんですけど、自分はね伝説レアは1体だけ持ってます。でもこれほとんど使ってないし、もう何だろう、何が強いのかもよくわからない。なんで、まあちょっとね、まあ今後ねやっていく中でね、伝説レアとかね性能、あとはキャラゲットをできたらねご紹介していきたいなというふうに思います。はい、キャラ紹介こんなもんですかね。はい、なんで、ユーザーランク1856、トータルのプレイ時間874なんでね、まあ、2年間やって無課金で、で放置の3年間で、2022年、9周年を機にね、やっていきたいと思いますので、皆さんぜひね、同じような競技の人いたら、なんかいろいろコメントもらえると嬉しいかなと思います。チャンネル登録もねぜひ、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。